BRMP201 はブリティッシュレーシングモータースが開発したフォーミュラワンカーである。1974年から1977年にかけて使用された。デザイナーはマイク・ピルビーム。それまで BRM のカーデザインを担当していたトニー・サウスゲートに代わりチーフデザイナーに就任したピルビームが初めて手掛けたマシンである。モノコックは ブラバム BT42 に似た三角形断面構造を持つがブラバムと異なりラジエーターを車体側面に配置。ブレーキは前後ともインボードタイプを採用している。スポンサーはマールボロに代わりモチュールが付く。それに伴ってカラーリングがグリーンとシルバーに変更された。1976年以降は一部を改造した P201 バイトとなった。 第3戦南アフリカ GP にて、ジャンピエールベルトワーズのドライブによりデビュー。新加入したアンリ・プスカロロと、フランソワ・ミゴールは前年使用していた P160E に登場していたが、第7戦スウェーデン GP よりプスカロロにも与えられた。初戦を2位表彰台で飾るが、以降のポイント獲得は、ベルギー GP での5位のみにとどまった。1975年は、 資金難のため一大体制に変更。序盤2戦をマイク・ワイルズ第3戦南アフリカ GP からボブ・エヴァンスがドライブ。最高位はベルディ GP の9位だった。1976年の開幕戦ブラジル GP にイアガシュレーンが出走したがリタイア。この年のレース出場はこの1戦のみに終わる。1977年はニューマシン P207 が登場したが、 南アフリカ GP の予選中にエンジンブローを起こしたため急遽出走することとなった。ラリー・パーキンスのドライブでエンジンのトラブルに見舞われながら最下位の15位で完走した。ありがとうございます。